FC 大阪永井達成ゴールキーパーです。高3からプロを目指してやっていこうっていうのは決めましたね。振り返ると今プロサッカー選手10年目です。10年できるのいかがですか？よく諦めずに、弱音は吐いてたんですけど、最後まで J に戻ってくるまでよくやったなってのは思うし、瞬発系なんで、どこにシュートを打ったらいいかとか、どこを狙ってシュートを打てばいいかっていうのをやっぱまず考えないといけないので、いざ試合をしてキーパーと一対一になった時には迷いがいっぱい出てきます。そんだけ嫌なキーパーですね、僕からしたら。はい、苦手っていうのは。でもキャラがいいんですよ。本当にチームをこう盛り上げてくれることもやっぱしてくれますし、キーパーの声、後ろからの声が本当に大事で、試合チームも多分ずっと喋ってるので、チームとしては頼もしい存在だと思います。ミットウォッチもパッて出されるところにすぐ手を出す、ボールもシュートってところにいかに早く手を出していけるかとか、ステップでいうと、一歩目だったりとか、ボクシングはちょっと半身になって奥からバッて、ステップの速さだったりとかは結構サッカーにも生かされてるのかなって。まずいだね。左、ちょっと待って、右、左、右、痛い、左、痛い、左、右、痛い、左、右、左、痛い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 、これ、ちゃんとしたトレーニングですか？これね、痛い。